で、この時間格闘だとちょっと声が大きすぎるんで、声控えめで、ちょっと全問答を失礼します。はい、説教臭い話ですが、耐えてください。面白ければちょびっとひねりを、100円ですか、いただいてますけども、ちょっと色がついて嬉しいので、失礼します。タクアの説法。タクアンボタバ様、タクアンボ男じゃ熱い熱い熱いタバ様バッバッバッ死んだ竹蔵が死んだいや、サモンナクマ逃げた王なされたババ殿、どうしたもあるかよ、将殿。竹蔵じゃ。どうしたのか、お将殿。竹蔵は死んだ。長きえて頭から地面に叩きつけられ、まもなくこと消えた。長きえて。もっとも通されていた時から相当衰弱していたから、もしかするとすでに死んでいたのかも。期待は姫路城、姫路城の池田貞政様に引き渡された罪人であるから。そう、たくあんの台本に書いてあったのか、うん、自然に消えた。わしの目をただのおっしゃらと思うたか。これではっきりした。隠すということは竹蔵が生きている。誰かに出した、その誰かはここにいない。たくはそれに落ちる。大丈夫ぞ、死に場所流してやる。さあ、ここから思いっきり説教臭いですけど、耐えてください。こんにちは。ここがお前の死に場所だ、大変ぞ。いい場所だ。ビアンプと眺め渡せ。光がある場所、宮本村の水はうまいな。干からびたカードも少しおろったろ。カイオス、あ、カイマ戻ったな。しゃがれ声だな。なんだって、カイオス、クソボス。それは望みが、他に何かある。暗いな、竹蔵。暗い、辛い、悲しい。寂しみだな。切って切って切りまくって、いつか力尽きて嫌えるまでの人生。それが本当の望みだと。さあ。じゃあ、まさに望み通りの人生きたじゃねえかったわけです。なぜもっとろ、おがらかに笑えたけど、もしいるんで。ほら、高らかに宣言してみろ。俺は誰かまず切りまくった。そして今、わけのわからん坊主に切られて死ぬ。俺は思い通りの人生を生きたぞ。これこそ俺の人生、万歳俺の人生、望み通り。言わねえか。
殺した。それで満足だろ。それでも、どうつか。恐れられ、忌み嫌われ、殺して、殺されるだけの鬼の子なら、なぜ俺は、生まれたんだ。命を追い上げ語るぞ、ここで。今までのお前も見せろ。殺すのみの品のごとき人生が本望かったがぞ。違うよ、お前はそんな風にはできてはいない。たくあん、生きてもいいか。ほら、闇を知らぬ者に光もまたないと思うぞ。闇を抱えていける。たけさん、たけさん、おいやがて機械を見出せ。たけしさん、ガビーンでございました。